こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。昨今の南シナ海で各国結束して、航行の自由作戦が行われています。日本だけでなく、米英豪南シナ海近隣諸国は一致団結しようとしています。ただ、一国の中国を抑制しようとね。英国もまた、空母クイーンエリザベスを南シナ海に配備するとのニュースが入ってきた。F-35B ステルス戦闘機を、艦載可能な空母になる。米国の、アメリカ強襲揚陸艦と共に、南シナ海での任務に就くことになるだろう。今、世界では、強襲揚陸艦も、足の軽い軽空母として作戦や、任務に当たっている。では、英国クイーンエリザベス空母の南シナ海で、どんな任務に就くのか、詳しく見ていこう。2020年7月14日、イギリスのタイムズ紙は、同国の航空母艦、クイーン・エリザベスを中核とする空母打撃群が、2021年の日米合同軍事演習に向けて派遣される可能性があるとの記事を報じた。イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスは、同型艦のプリンス・オブ・ウェールズと共に、現在同国海軍が運用する水上艦艇として最大規模を誇り、イギリスのアジア重視の方向性を伺わせる。アメリカの大型原子力空母が構成しているような複数の艦艇を随伴する空母打撃群として派遣される見込みだと伝えられており、同艦を含む8隻以上の一大艦隊での航海になるとの見通しだ。この内訳は、クイーン・エリザベスもしくは、プリンス・オブ・ウェールズにフリゲート艦2隻、駆逐艦2隻、攻撃型原子力潜水艦1隻、輸送船2隻の編成ではないかと見られている。これは、アメリカの航空母艦もそうであるように、クイーン・エリザベスも、次艦を防衛するための兵装もわずかしか備えていないため、艦隊の防衛を行うのはず違反する艦艇の役割となるからだ。クイーン・エリザベスは、基準排水量が4万5千トン、満載排水量が約6万8千トン、全長が284メートル、全幅が73メートルの艦容を誇り、通常動力型航空母艦としても、世界最大規模の艦艇の一つだ。航空母艦としての艦載機は、短距離離陸、垂直着陸が可能なロッキード。マーチン社の F-35B ライトニング2戦闘機であり、最大で同機を48機。常時は、その半分程度を運用するとみられている。ただし、近年のイギリス海軍に、往年の世界最大の海軍国として君臨していた面影はなく、深刻な軍事予算の不足もあって自国所有の、F-35B ライトニング2戦闘機だけでなく、アメリカの同機との共同運用も囁かれる。これは12機の F-35B ライトニング2戦闘機対応1ユニットずつ、イギリス空軍とアメリカ海兵隊とがシェアし、クイーン・エリザベスを共に母艦として使用するもので、クロスデッキと呼ばれている米米相互共有の運用手法だ。
イギリス側のメリットと考えられるのは、前期を自国で用意する初期費用や、搭乗者の育成にかかる時間や費用を極力抑えながら、クイーン・エリザベスの艦載機キャパシティの確保を図れることだろう。一方のアメリカ側からしてみれば F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機とするのは、全通艦板を備えるとはいえ、スキージャンプ式の発艦設備は持たない強襲揚陸艦が中心のため、同機の効率的な運用が目的かもしれない。また、アメリカは F-35B ライトニング2戦闘機を強襲揚陸艦に搭載し、軽空母のように運用するライトニングキャリア構想を進めているとはいえ、その最大艦載機数は20機前後とみられ、クイーン・エリザベスよりはるかかに少ない。こうした両国の F-35B ライトニング2戦闘機をめぐる思惑が一致した結果が、クイーン・エリザベスを両国で母艦に使用するクロスデッキ運用の大きな推進力になっているのではないかと感じられる。また、軍事的な観点だけではなく、政治的な観点から見れば、米中の貿易戦争や新型コロナウイルスの問題、また、かつてはイギリスの植民地であった香港への中国政府の弾圧の強まりをイギリスが懸念していることも大きいだろう。日本でも同様に中国が自国経済に与える影響の範囲は大きく、どちらかといえばこれまでのイギリスは表面上はともかく、実態としては中国に寛大な政策を実行してきた状態と思える。それが前述のようなアメリカと中国が全面対峙する状況下で、ようやくイギリスも反中国の姿勢を鮮明に示すことになったのが、クイーン・エリザベスのアジア太平洋地区への派遣という動きに見える。一部の報道では、クイーン・エリザベスの派遣は、2021年の日米合同軍事演習だけに止まらず、ある恒常的に対中国政策として継続される可能性もあるという。これが事実であれば、第二次世界大戦以後、1970年代にはスエズ運河より、東の地域に自国の軍隊の恒常的な展開を終えていたイギリスが、実に半世紀近くの時経て再び軍を派遣することになると言える。イギリスはかつての植民地であり、同国の連邦加盟国である。オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、シンガポールのアジアの国との間に5カ国防衛取り決めと呼ばれる相互の安全保障体制を継続している。5カ国防衛取り決めは、各国の防衛力の整備とイギリスの相対的な小国化の進行で、1988年頃までには徐々に縮小傾向にあったが、1997年の香港返還と
その後の中国の台頭から再びその枠組みを各国ともに見直す動きがあるようだ。こうした5カ国防衛取り決めを締結していることもあり、仮にクイーン・エリザベスのアジア太平洋地区への派遣が恒常的になる場合には、マレーシアやシンガポールの港を母港化するものと思われる。